レビカムママティーブレイクとは、午後3時から15分間、忙しいママが笑顔になるための Zoom を使ったオンラインお茶会。参加方法は LINE でお知らせします。参加したママからも嬉しい声が集まっています。ぜひ15時ちょうどに全国のママと一緒に乾杯しましょう。それでは先週のママティーブレイクの様子をご紹介します。細川と言います。総務省の、アドバイザーというところでやらせていただいたりだとか、あとは内閣府の IT 総合戦略室のアドバイザーとかをさせていただいてます。のぞみさんは言葉では聞いたことありますが、実際どんなものなのかイメージができないですということで、今のね説明ご説明があったのでちょっと分かったかなと思うんですけど、みーさんが夏休み子連れで行きたいけど旅費分も稼げる自信がありませんということで、費用面のことでやっぱり心配される方も多かったりしますか？そうですね、まあ、そういう意味ではやっぱりホテルに宿泊するので、うん、結構単価が、まあ、お金がかかると、ただ、まあ、中長期滞在をすることによって、うん、結構ですね、ホテルも1ヶ月や通常の家賃ぐらいで貸し切りができたりだとか、そういったニュースが出てるんですけれども、うんうん、中長期プラン1週間2週間っていう形のプランが結構出始めていて、うん、割とリーズナブルに参加できるっていうような状況に今なってます。まあ、ホテル側も今コロナでなかなか集客ができないというところで、まとめてパックで売り出すっていうような、一泊だと、まあ、単価高いけど、まあ、通常期でいると、まあ、安くなるみたいな、プランがどんどん今出てきてますので、まあ、そういった意味では少しずつ単価が下がってるなと、こんなホテルにこんな金額で泊まれるんだみたいなところも結構今出てきてますね。皆様はじめまして。3歳から親子で始める明るい性教育、パンツの教室協会代表理事を務めます野島と申します、ね、パンツをね一緒に洗うんです。親もですよ、お母さんもパンツを洗うっていうところをきっかけにする、うん、これがパンツの教室の由来です、うん、あ、そうなんですね、うんうん、裸の付き合いって本当にあって、うんうん、特にこのベビカム世代の男の子をお持ちのお母さんって、うんうん、みんなもう目つぶるとどっか行ってません？男の子のお母さん。そうですね。ね、まあ逃げ回るというか、うん、俊敏な動きだし、うん、でもお風呂の間だけはこの、うん、お風呂の中にいてくれるんですよ。で、裸の付き合いもしてるので、例えば妹がいたら妹と自分の体の違い、うん、男の子だったら女の子と、うん、お母さんと自分の体の違い、女の子はお父さんと自分の体の違いなんてことも簡単に話すことができるんですね。うん、うんうんうん、なのでそこで違いを話してあげたりとか、うん、なぜパンツを洗ってるのって言ったら、うん、織物っていうものが出てくるんだよ、うん、生理がね、うん、みたいな話をここからきっかけにして。性教育をスタートしていただけると一番皆さんが簡単にできるやり方ではないかなと思ってパンツの教室をつけてます。ありがとうございます。助産師の宮本里奈と申します。玄米菜食を基本とした料理を、生活の中に取り入れているものですね。佐賀の彩さんから、マクロビ聞いたことがあって興味があるのですが、普通のスーパーで食材買えますかということでコメントをいただいたんですけど、いかがですか？まあ、お野菜とか、基本的に無農薬のものをっていうふうには言われてるんですけど、スーパーで無農薬のお野菜ってちょっとなかなかなかったりするので、まあ、顔が見える産地、作っている農家さんの顔が見える野菜だったりとか、あとはスーパー独自で、オーガニックのも有機のものを取り入れてるスーパーもありますし、あとは添加物とかも裏の表示を見ていただくと、はい、分からないカタカナ表記とかがあると思うので、はい、そういったものがなるべくないものも取り入れたりするのがいいかなと思います。知らないものが入っていないという感じ、はい、知らないものはちょっとそうですね、調べて取り入れるか買わないっていう選択肢を取るのがいいかなと思います。フリーの管理栄養士をしております太田ゆかりです、うん、栄養相談でも一番いただくのがやっぱり食べてくれないっていう悩みが多いですね。ですね、佐賀のあやさんが、子供がキノコ類が苦手で困りますという質
問が来てて、その後ですね、はい、ともさんがうちもキノコを一切食べてくれません、食物繊維豊富なのに食べてくれればいいけど何か代わりになるものはありますかということで、まあ、キノコ食べない代わりに何かありますかということなんですけどいかがですか。そうですね、キノコの代わりだったら、うん、まあ、海藻をちょっと増やしてあげるといいですね。どうしてもあのキノコって繊維が多い分噛み切りにくかったり、うん、くちゃくちゃといつまでも口の中に残ってるのが気持ち悪いって子もいるので、うん、ああそうかそうか、うん、そうなんですよ。あとは、まあ、ちょっとあんまりね、あの隠して食べさせるっていうのはちょっと子供騙すみたいで、あの、はい、信頼を裏切ったりやらない方がいいんですけど、よく細かく切ってとか言いますよね。そうそう、よくあるんですけどね、うんうん、でもあの食感が問題でキノコ自体が嫌いなわけじゃなければ、うん、あのミキサーでポタージュにしてあげるととろみがあってキノコ自体は食べやすくなるんですよね、はい、うん、うん、皆さんから投稿していただいているママ川柳の中から2月のママ川柳大賞を決定したいと思います。一緒に番組を盛り上げてくれるのはベビカムの、クラブハウスでベビカム認定モデレーターをやってくれているご本人曰くバッタン主婦代表の石黒桃子さんに来ていただいております。まず一つ目こちらです、やっと寝たただいまの声最初からペンネームうなぎゅうさんです。これすごくわかりますよね、うん、旦那さんだけじゃなくてお昼寝しててピンポンとかでも、うん、あーってなりますよね、うん、まあね、宅配の、ね、お兄さんめちゃくちゃ癒されるんですけどね、なんか人間と話すことないじゃないですか。確かに確かに、そうそう、だからあ話せるとか思うけど今じゃないとか思います、はい、そうそうそう、いや、おむつ替え、かわいいお尻、逃げていくペンネームはいはいひとくろうさんです。はいはいひとくろうさん、そうなんですよ、うん、ちょっとこれもわかりますよね。これも皆さん、うん、もう絶対経験してんじゃないかなと思うんですけど、こう、はい、ママチキよいたずら後の決め台詞、ペンネームチョコさんです。ずるい、でも、そう、でもねこれもかわいいですよ ね、 ね、これもあるありますよね、怒りたかったのにみたいな、あ、そうそうね、そうですよね、長谷川確信犯、確信犯分かって言ってるのかもしれないです ね、 ね、あ、ゆうままさんが女の子でしょうねということでハイノンさんずるいやつや、そう、佐賀愛也さん許しちゃいますよ ね、 ね、許しちゃいますね、これ言われたらね、というわけで皆さん投票終わったかなと思いますの で、 そうですかね、はい、ちょっと結果発表をしたいなと思います。体重計が行くのか、はい、体重計が誰に行くのか、それでは発表したいと思います。はい、今出てますか。出てますね、出てます、出てます。あ、やっと寝たただいまの声最初からペンネームなぎさんですね、なぎさんのものに決定いたしました。おめでとうございます。先週のママティーブレイクはいかがでしたか。 LINE でベビカム公式をお友達追加するとベビカムママティーブレイクの開催前に参加方法が配信されます。ぜひお気軽に参加してくださいね。動画のご感想などもコメント欄にてお待ちしております。それではまたお会いしましょう。